人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。まあ、あんまり増えないでほしいんですけど、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやどうもありがとうございます。せーの、いいね。ほらほら、あんたのファンもいるから。あんたのファンいないんですけど。いるんだよ。さあ、もうママさん可愛いって言ってましたね。可愛いですよ、タオさんね。ママさん可愛いですよね。わ、すごい。ユミユサさん、ママさん笑顔が素敵で可愛い、旦那さんとお似合いですね。もっと人気出るんだろうな。あんま人気出ないでください。我々来なくなるから。来なくていいから人気あったもん。いや、そうだけど我々困るんですよ。我々は困るんですよ。嬉しいですよね。やっぱりさ、はい、韓国の方ハートが温かい。いや、ほんとね。でも ねやっぱりね、暑いし、いろんな意味で。そうですね。ジャガーさんは、そもそもですよ、我々付き合って初めて韓国行った時は、ジャガーさんも韓国行きたくない、つまんない韓国、結構ね、楽しくないから行きたくないって言ってたんですよ。ところが一緒に行った瞬間から、意外に面白いな、意外にいいな、意外に美味しいね。ロッテホテルの前で2人で写真撮った時めっちゃ笑顔。本当に大将、でしょ、ジャガーさんっていう。買い物もね、韓国一緒に行った、夜中にとんでもしや行くんですよ、ジャガーさん。朝からやってますね。朝5時に帰ってくるんですよ。僕は起きる頃ですよ。はい、次の日どうすんの、ね、我々のスケジュール。本当にね、うん、ファッションのね、先代ってると思うよ。そうなんですよ。美容もそうだけど。めっちゃいいんですよね。しかも、ジャガーさんの応援団いるから、応援団がまたよく知ってるんですよ。うん、キムさんでね、応援団よく知ってるんですよね。いろんなところ連れてってくれるしね。そうなんですよね。さあ、常連のチャンギテンアンさん。マチコにありがとうございます。せーの、いいね。さあ、ショコちゃんさん、私も韓国のロッテホテル泊まりました。いいですよね、ロッテホテル。でも高いよ、4ドルね。高いよね。はい、高かったかな、ちょっと覚えてませんけど、現在は高いですね。うん、あ、そうね。当時はね、高くても1万5000円ぐらいでしたよ。うん、さあ、たくままさん、先生のお母様はお元気でしたか。エアコンはつきましたか。ついたんですけど、取り付け料が11万円でした。それ、おられてない。おられてない。これ、そんな高いことあるんですかね。ないですよ。普通は2万ぐらいそう買ったと。わかんないですね、これね。さあ、マハロさん、私もミョンドン楽しくて、好き、行きたくなりました。ね、本当にいいと思う。ね、行きたいですね。私、つい先ね、6月に行ってまいりました。ね、さあ、韓国どんなところが好きですか。ミョンドン。どんなところですか。やっぱ地名じゃないです。どういう部分かね。レインボーブリッジに出るところは、あちら、プサンだね。プサンね、カンアン天橋ですね。結構ね、皆さん、見てんねん、建物。結構ね、多分ね、観光だけで行くと、あんまりつまんないです。なんていうかな、現地をよく知る人が、ガイドさんとか、知り合いにいると、すごく楽しいです。あと、その時代劇に出てくるような、あれは何だっけ。何ですか。時代劇に出てくる。はいはい。時代劇に出てくるような、撮影実は。そうそうそう。あれも楽しいですね。あれもめっちゃいいです。だから、なんていうかな、よく知ってるガイドさんね。例えば、もう決まりきったところへ行くんじゃなくて、よく知ってる人と一緒に回るとすごく楽しいです。本当に、韓国いいですよ。まあ、もしね、そういうことをお悩みの方いらっしゃったら、こちらのお店に来れば教えてくれます。さあ、ヨネさん。私も6月に行きました。また9月に行きます。わかるのに、気持ちがね。行きたいね。僕も誘われております。僕も先月、釜山行きましたけど、また行きたいですね。あ、6月でしょ、僕もね、釜山行くのね。ね、酔っ払ってない。酔っ払ってます。ちょっとイラっときた。なんなん喋り方がイラっときた。いやいや、すみません。喋る人いないと進行できませんから。いや、喋り方よ。さあ、行きましょう。ショコちゃんさん。韓国のタクシーの運転手さんが、日本好きの方であちこち案内してくださって楽しかったです。うん、多分もらえてると思いますよ。それね、わかんないから。いやいや、そんな人いるかな。あんまりいないと思うけどな。だけど、たまにいますね。いい人も。ちゃんといる。いますね。僕らは、息子が韓国嫌いになった理由は、タクシー運転手のせいです。もう本当にわざとらしく間違えて、すごくほら、タクシー代を高くしようとして、あと、プサンの、キャンディー。押し売りばあさんね。押し売りばあさんのせいで、息子は嫌いになったんですよ、ね。プサンのね。プサン嫌いだったんですよね。絶対に行かない。本当にいいのにね、でもさ、そういうのってあんたに似てるよね。
はい、そのショックなことがあって、はい、それで嫌いになる感じ。まあまあそうですね。あんたもそういうとこあるじゃん。そうですか。キュウリだってキレキレしない餌だからでしょ。いや、ショックなことですか、それ。じゃあ、たまに食べれないんだよ。じゃあ、たまにあの、ジャーさんのマネージャー役のエミちゃん出てもらえますか。じゃあ、エミちゃんちょっと読んでもらおうかな。エミなんか。はいはい。名前はみんな知ってるし、じゃあエミちゃん今来てもらいますよ。珍しいからね、こういうことね。じゃあエミちゃんお願いします。エミは綺麗だよ。エミちゃん読み役でね。エミちゃんお願いします。顔見せるよ。そうっすよ。ご主人怒るかわかんないけど、まあまあ行きましょう。なんでうちの妻をベロニカで。こんばんは、佐藤エミです。佐藤エミです。本名言っちゃった。本名言っちゃった。今の人は佐藤エミだって、佐藤エミとか言ってんじゃん。顔は出してないけど言うときあるから。質問読むかだよね。はーい。で、顔出して悪いの。質問読むかだって、そんなに出てないでしょ。ないの。まあ、読んだときあるもんね。前に。何でした、ね、早いのに。どれでもいいんだ。あの、それ動かしながら、ね、その中で、エミさん、こんばんはって言ってるよ。こんばんは。声も顔も綺麗でしょ。そんなことないね。体はレスラーだからね。それは体が大きいということをおっしゃってるんでしょうか、ジャガーさん。私より強そうだよ。ヒップアタックが。レスラーだから。質問じゃないくてもコメントでも何でもいい。コメント。孫が大きくなったら韓国に行きたいです。うん、そう、韓国の話したからね、うん。いいとこですよ、本当に連れてった方がいいですよ。それで終わりだ。こういうとこはいいですよとか。ねえ、それが分かんないの。例えばソウルもいいけど、草もいいですよとか。あと、草はね、景色が綺麗だと思ってたけど。草もいいね、僕は草が好きですね。はい、おやー、あいご、かんさんでー。海外はおられるの覚悟で行かないとですよね。あ、覚悟しないで、ぼられないですよ。あの、ぼられるの覚悟ですよねっていう人がいたの。まずね、ぼられたこと分からない人が多いと思います。あ、ぼられてることを分からないってことの方が罪かもしれない。まあ、それ厚みがないのか。幸せじゃないですか。まあ物価が安い時もあったからね。タクシーは安いですよ。今は単に安いですよ。まあでも買い物はしやすいので、ね、私は買い物。いいよね。あのジャガーさん大好きですよ。うん、大好き。本当大好きですね。物価全然ハワイと違うから。多分。お二人、お二人の不安です。先生と。ああ、はい。4月から YouTube を見始めました。ジャガーさんも素敵な女性です。木下先生は声が通りいい。いい歌なのでファンになりました。あのね、私の声が通らないからでしょ。声だけ、うん、違うよ。いいお医者さん、いいお医者さんかどうかわからないですよ。いいお医者さんですよ、皆さん。いや、家族には家族には悪いけど、本当完全に優しいから。だから私、患者じゃないんかいって家でただで見てもらうと思う。見てくんないから。ただで見たらおかしいじゃない。ただで見たらね、家族だから。いやもう大丈夫大丈夫。嘘。大丈夫だよ。二言見ない。大丈夫大丈夫。ね、カロナール飲んどけばいいとかさ、抗生物質飲んで。ジャガーさん、ハワイでルイ・ヴィトン買いましたか？あの、ルイ・ヴィトン行ったら、バッグが、今ちょっと私の持ちたいのよりちっちゃめなんですよ。だけど、あ、これなら妥協して買おうかなと思ったら、おそれの財布がないんで。私、財布とペアにしたいんで。だから、やめた。だから木下のニューこうネクタイを買ってきました。今日されてるのは違いました。これで自分で買ってあれもビートビート。ジャガーさんお疲れ様です。私の地元の体育館で試合に参加してくださり嬉しかったです。あ、今日の大田区大田区さん、ありがとうございます。韓国のおすすめスポットはどこですか？どこ？自分でしょ。あのね、やっぱりね、原宿のようなミョンドン行った方がいいんじゃない。あと、トンデンモン。夜中のトンデンモン。だけどね、買い物はやっぱ韓国人の人一緒にいないと無理ですね。そうね、一人でいたら来られるので、一人だと無理だと思うんですよ。やっぱコーディネーターを多い。コーディネーターもね、ちゃんとしたコーディコーディネート。これどこで言うかなと思って楽しみにしてました。ありがとうございます。だいたい足元見るので、この辺気をつけたら、知り合いがいればいいんだよね。知り合いの選手と、ね、いいんだよね。キムさんおすすめだけど、キムさんでやってるのね。2月になったらこのままやってる。ジャガーさん、ハワイ、火事大丈夫でしたか？あ、私は、あの、オアフ
あそこはマウイが火事になったので、大変なことになってますよ。もう百何十人でしょ、しかもね、冬は何十年かかるの、本当に。いやこれはそういうコメント読まないでしょ。あ、すみません、失礼しました。大変でした、本当に。あ、じゃあさん、明日の試合も頑張ってください。 ありがとうございます。何時ですか、明日は10時半ですね。10時過ぎだ。そんな早くないですね。本当にね。いや、せんちゃんも出てもらう、うん、あのさ、知らないね、あの、この、せんちゃんとおたるの番組で番組になんのと思って、ジャガーさんも僕みたいにならないですよ。そうジャガー先生、その、ジャガーさんの眉アートってずっとそのままですか？そうですね、薄くなるとちょっと足したりしますけど、はい、形です。はい。いなくなっちゃったの。ええ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 。よろしくお願いします。すいません、なんで私たち2人が、このインスタライブをやってるんでしょうか。すいません、素人2人ですいません。何をどうしたらいいんですか。先生、どれに行かないですか。すいません、ちょっとなんか黙っちゃう、どうしたらいいでしょう、ね、どうしたらいい、プロレス、何を考える、プロレス、クリニックはね、行ってます、埼玉新都心も麻布十番も行ってます、はい、何をやってる、言っちゃって、もちろん普通に診察していただいたりもしてますが、はい、私たちは、はい、年齢を重ねてまいりましたので、はい、一応美容注射をしております。プラセンタと美容中を打っております。とてもいいです。いいです。皆さんお願いします。どういう風にいいのか、あ、もう吉井さんどうですか、で元気になりますね、はい、肌の調子も違う、全然違う。で美容中を打ったことで髪質もちょっと下手なトリートメントやってるのいいね、全然いいです。おすすめいたします。よかったら、はい、ジャガーさんもしてるんですが、ジャガーさんは何をも感じないというふうにおっしゃってます。全然違うと思います。肌も髪も全然違います。助けてください先生。私たちではもうこの時間は戻りません。見られてる方も、お願いします。すいません、変わります。ありがとうございました。どうもお疲れ様でーす。ちょっとどうですか皆さん、たまにいいんじゃないですかこういうのね。今日はね、ジャガーさんの大応援団のお二人にも、出演していただきました。エミさん、安江さん、すごいね、すごいね、ありがとうございます。名前覚えていただきましたね、ありがとうございます。さあ、本日のインスタライブいかがだったでしょうか。 JJ 君はいませんでしたが、来週はですね、 JJ 君いるのかな、もう、ね、帰っちゃうかな。あ、大丈夫です。あ、帰ってきますね。来週末ね。ジャガーさん、明日も試合があります。そして、ギネス認定式がございます。ぜひ注目してください。日本の女子プロレスで初めてギネスに乗るかどうか、それは明日後楽園ホールで発表になります。よろしくお願いします。明日は、僕は麻布十番におりますので、そしてこのお店、皆さん来ないでください。あまり来られると困りますので、あまり来ないでください。あ、でも来ちゃうね。皆さん来ちゃうね、多分ね。
でもね、本当に僕はね、来たいです。多分ね、もしジャガーさんいなかったら毎日来ます。シャッターが閉まってる以外は絶対来ます。それぐらい好きです。それぐらい好き。まず美味しい。まず美味しい。本当に美味しい。雰囲気がすごくいい。気分がいい。社長も奥さんもものすごいいい人です。なんかちょっとね、流行ってくると生意気になる店あるじゃないですか。ここは全然だ。すっごくいい店。だけど来ないでください。ぐるっと皆さん、僕は来れなくなるから。ということで、次回の動画もしくはライブでまたお会いしましょう。See you again!